はい、どうも、織田信長です。スーパーマリオ 3D ワールドの実況プレイではなく、フューリーワールドの方の実況プレイをやっていきたいと思います。クッパ怖いね。お、太陽、鳥。青空ですね。うん、マリオ、任天堂ではマリオとかよりもルイージが好きなんですけど、なになに？てんてんてん。ん？走ってる走ってる。お、マリオの M かな？おっと？あー、マリオどこに落ちちゃったのかな。さっきの黒い墨汁みたいなのはクッパのせいなのかな。お、クッパの足跡なのかな、今のは。ほんと、とりあえずこれで見渡して、嵐ですね。これで動ける。待って、草が猫ちゃんみたいになってる。可愛くない？左上のなんか、マークみたいな？もう、猫ちゃんみたいだね。ドクロマーク。怖いなぁ。はいはい。とりあえず進んでいきますか。わ、あのブロックとか潰せるのかな？ああ、ヒップドロップね。もっと？あれはクッパ？やばそうだね。あの火に当たったらやば、うわー、ちょっと待って待って待って。あ、 B ダッシュみたいなのできないんだね。コインが道を、こっちに行けってことだね。危ない、クッパ大きいね。あ、なに、じゅわーって。やばいんじゃない？この辺いたら大丈夫かな？もう、守られた。はいはいはい。しっかりコインは取っていこう。この、お、キャット社員。輝け、東大の猫社員。猫。今回猫、猫がなんかこう、キーパーソンみたいになってるのかな？眩しいってなってる。クッパが潜っていきましたね。あんなクッパと戦うの無理じゃない？お、さっきの右下のロード画面はマリオだったけど、今クッパだったよね。はいはい。下からじゅわーっと街が現れましたね。わー、操作難しそうだなー。あの、くるくる回ってるとことか、なんかうまくいかなきゃいけないのかな。壁じゃんみたいな。ヘルプ！あんま視点ぐりぐり動かしすぎるとみんな大変だよね。草が猫だねー。めちゃくちゃかわい、え？ミニクッパじゃない？やっほー。どうしたの？今回敵じゃないのかな？おー。なかなか斬新なイラストですな。はいはい。牧師が、クッパが呪われたみたいな感じになったのかな？お父さんがおかしくなったので、助けてほしい。かもしれない。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。助けて助けて、マリオさん。自分じゃお父さんをどうすることもできなかったんだ。と、クッパジュニア伝えたいようだ。オッケー。俺に任せな。
マリオにお願いするなんて本当はすごく嫌だけど、助けてよとクッパジュニア伝えたいようだ。うんうん、任せなさい。お、クッパジュニアが仲間になった。珍しいね、敵キャラが助けてくれるなんてね。すごく助ける。ちょっとサクサクやっていきたいので、すごく助けるにしたいと思います。じゃあめちゃくちゃ助けてね。お、コイン取ってくれるんだ、ありがとう。クリボーが猫になってんのも可愛いね。うん、あそこにも、お、水にも入れるんだね。この辺なんかありそうだけど。泳げるのもいいね。あ、猫のアーチになってる、かわいい。おいしょ。輝け東大の猫社員、猫猫と。はいはい。お、倒してくれる、ありがとう。あ、猫マリオだ、かわいい。めっちゃかわいくない？なんかない？あっち行けそうじゃない？おお、あ、落ちたけどいいのか。よし、上に上がって、この真上になんかあった気がするんだよな。あっち側に行きたい。あ、なんかある。うん、あ、なんか5つ集めなきゃいけないのか。なるほど。ちょっとグリグリってしちゃうかもしれないけど、周りしっかり見ていった方がいいね。にゃにゃにゃーん、かわいい。よし。ん、あ、教えてくれたんだね、今。あ、あの上にもあるじゃん。よし、取れた。お、猫ちゃん、かわいい。猫ちゃん、猫ちゃん。うん、この下は？あ、あるじゃん。いやー、楽しい。もう楽しいよ。あ、コイン、じゃあコイン取っといてもらってる間に、こっちの、お、あ、ストックとしてなったのかな。登れるよーみたいになってんね。あ、いっぱいコインゲットしましたー。ここ回るの怖いな。もう行っちゃい、行っちゃい、急げ急げ急げ。よし、戻ってきました。お、なになに、クッパが、これはクッパなのかな。お、クッパだ、真っ黒クッパだね。強そう、怖いね。なになになに、ちょっと急なあれ。そこの上、猫コインみたいあるよね。一回止まって、あ、なになになに、あ、いなくなっちゃったのかな。私がちょっと沼プレイすぎてクッパいなくなっちゃったかも。お、平和になりました。これは、あー、でもね、よし、ありがとう。あの猫コインは取りたいよね。あ、取れた。よし、
いけたよ。で、ここでね、終わった？輝け、東大の猫社員。お、できるだけ猫コインは取っていきたいね。うんうん、次こっちかな。あ、あそこ、やっぱ猫コインは全部取らないとここ行けないんじゃない？お、ギガベル。あれは猫コインじゃなくてギガベルって言うんだね。はいはい、猫社員、あ、いや、猫社員で合ってるのか。猫社員集めればベトベトが落とせるかも。牧場が落とせるんだね。はいはい、コインがいっぱいありますね。猫社員って2個、左の2個だから、さっきの猫コインと猫社員はまた違うんだね。失礼しました。お、ビョンビョン島、ビョンビョン島。なんか飛んでいくみたいな感じなのかな。あ、勝手に飛んでくれるもんだと思った。お、空中でヒップドロップ。おー、びっくりした。なになになに、やっつけて。よし、で、猫コイン見回す。はいはい、お、これは何？お、ブーメランが出せるんだね。ぴょーんぴょーんぴょーん、シューひ、あ、今のはシューってしてもよかったのか。ここに猫社員、猫コインあったりしないか。いっとどどどど、よし、またゲットできた。よし、やっつけれた。オッケーオッケー。ほぼクッパジュニアのおかげでも過言ではない。あそこに飛んでいくのかな。よし、ちょっとこの視点やだな。この辺？オッケー。よし、いけたいけた。ぴょーん、ちょっとこっち行きたいよね。お、ストックだね。よし、ぴょーん。おお、めちゃくちゃ気持ちいい。ブーメランで全部壊して。でも猫コイン全、あ、あるじゃん。あ、ブーメランでも取れるんだ。あ、全然取れてなくない？あ、あそこにもあったじゃん。え、戻ろうよ。え、あそこの上ってどうやって行くの？猫ちゃんになった方がいいのかな。猫ちゃんになったら取れるね。おっと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 。危ない。オッケー。見回す。もう一回あそこで見回してみようか。あれがクッパのあれなのかな。クッパは今甲羅の中に入っておねんねしてるのかな。風が強くなってきた。あ、なになになに、猫ちゃん危ないよ。え、悪者猫ちゃんになったんだけど、怖くない？なに、スーパージャーンプ。え、一個取れてないんだけど、いいかな。熱い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 。もういいや。
あと一個取れてないなぁ。どこにあったんだろう。猫シャイーン。なんかクッパは光に弱いって感じなのかな。じゃあこの灯台を光らしていくとクッパがわーんってなってるよね。あそこハテナってなってたな今。ほうほう。見る限りで、あるじゃんあそこに。ちょっとクッパジュニアさんに頑張ってもらって、あ、猫シャイーン。よしよし、猫シャインチップ5つ集めろーっていうのをクリアできたね。よし、クッパジュニアさん助けてくれてありがとう。よし、じゃあここ入ってみよっか。うん、灯台からちょっとしたお知らせです。猫シャインの輝きで絵の具の汚れを落とせます。はいはい。猫シャインは気まぐれ、見つからないときは他の島を探してみましょう。灯台のある島が怪しいのでぜひ高いところから見回してください。あっちに行かなきゃいけないのかな。じゃあとりあえずあっち行ってみようか。左の方だね。いてててて、これ何？これ猫ちゃんにならなきゃいけないのかな。で、急いで急いで上がれっていうことだね。お、回して登ってゲットだにゃ。かわいいね。猫ちゃん5つ集めました。ギガベルから声が聞こえる。怪物が現れた時我も目覚める。はいはい。そのギガベルの方にじゃあ戻っていこうかな。さっきのとこに戻りたかったけど、とりあえずこっち行ってみる？もうね、猫ちゃんのあれがないからさ、ストックが欲しいんだけどな。お、こっちって書いてるけど、わざとこっち行ってみよっか。お、あるじゃん。ナイスー。お、早く走れるって感じだね。猫ちゃん、かわいいね。この猫ちゃんたちは何なんだろう。これは潰れないもんね。お、ファイヤーマリオになった。あ、ここにもあるね。よし、ぐるっと回るのは大変だが、こう速く走るブロックがあったりするんだね。おっと、なるほど。でも OK。よし、乗れた乗れた。なになになに、怖いんだけど。やっつけれないの。もう落とせばいいんだね。何の役にも立ってない。 OK。 おお、全員落としたら OK って感じだったんだね。ありがとう、クッパジュニアさん。なんかこれを機にクッパジュニア好きになったかもしれない。エコトンケツ、うんうん。また灯台の上から見渡したらいいよみたいな感じかな。
まだ全然。あと2個ゲットできてないね。お、ストックだ。あ、あそこにあるんだけど。お、さっきのところだね。うん。猫の鈴みたいな感じなのが出てきたね。あそこの取りたいな。あ、そういうことか。このなんかダークモードみたいになったら猫ちゃんが悪者になっちゃうんじゃないの。あれどうやって取るんだろう。うん、熱戦で発掘猫社員。あの上にもあるんだよ。あれってどうやって取ったらいいんだろう。眩しいよー。クッパの HP みたいなのがあるね。眩しいってことで中に沈んでいきましたね。うん、この上ぐらいにあるよね。どうしたらいいんだろう。なんかどっか高いところに登ってブーメラン、ちょっとこのなんかかぶりもんやめてほしいんだけど。この辺なんかあるのかな。どうしたらいいんだろう。ここの上の取れないね。この灯台の上じゃあちょっと見て。あー、あそこに猫のあれがあったね。みゆりのお知らせです。コインを集めていかがでしょう。100枚集めると変身アイテムが1つ。ほう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 。冒険の役に立つはずだよー。あそこ1個と、この下にもあったよね。よし。あそこ取るのどうやって取るんだろうね。なんか羽マリオとかになるんかな。とりあえず戻るにはどこ戻ったらいいんだろう。浜辺のギガベル。5つ集めたんだけど。うん。これだから何なんだ？関係なく先に進まなきゃいけなかったのかな？お！はいはい。20秒以内？このさ、暗い時にここに行かなきゃいけないのかな？そんな急がなきゃ。間に合わなくない？あとちょっと。あとちょっとだった。めちゃくちゃ悔しくない？うっそー。このついでなのでギガベルのところにちょっと行ってみようかな。あそこに行くと何かあるのかな。何？大きくなれるってこと？大きくなったらどうなるの？
デカマリオーかわいい。戦うのかな。しゃあ直接対決じゃあ。パンチパンチ。あ、いきなり。やばい。やばい、やめてー。空中でヒップドロップ。おはいはい、猫ちゃん失ったんちょっと嫌だね。怖いんだけど。ビームとか打ってこないでね、怖いから。それ嫌って今言ったじゃーん。あ、ちょっとちっちゃくなった。よし、これでヒップドロップじゃー。お、やっぱ最初のステージだから簡単っちゃ簡単だったね。私には難しかったけど。お、クッパ様はどうなった？空が晴れて、あ、猫ちゃんの虹、平和になったって感じでいいのかな。次のステージが現れたって感じだね。うん、ドッシーだね。あ、沈んでいっちゃった。お父さんがあのくらいでやられたとは思えない。元に戻すにはもっともっと猫社員集めてギャフンと言わせるんだ。絵の具が消えて行ける島が増えたみたいだ。ほら、マップ見てくれよー。と伝えたい、伝えたいようだ。うんうんうん。いる。おっと、一つ言い忘れてた。マップはいつでも使えるぞーん。オッケー。ということで、今回はここまでにしようかなあ、後ろに猫ちゃんいる。はい。では、今回はここまでにしましょう。スーパーマリオのヒューリーワールド。いかがだったでしょうか？難しかったね。でも楽しかったね。うんうん。では、次もクッパを探して、冒険して、クッパジュニアさんとね、冒険していきたいなと思います。チャンネル登録と高評価よかったらよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。織田信長でした。バイバイ。